英国議会議事堂2001年イギリス総選挙は、イギリス議会の議員を選出するため、イギリスにおいて2001年6月に行われた、イギリス総選挙である。当時の首相、トニー・ブレア保守党党首のウィリアム・ヘイグロー・党ーが、政権奪還した1997年の総選挙から4年ぶりに行われた、総選挙で、任期が1年余り残っている中で会員を解散して、行われた。 出典、ゼネラルエレクションリザルツ702001の11ページ、B ナショナルテーブル。与党、労働党は、前回より後議席減でほぼ前回並みの議席を維持し、ブレア首相は引き続き政権を維持することとなった。一方、前回総選挙で大敗した、野党、保守党は一議席増に止まり、平グ党首は敗北の責任を取って辞任した。また、 支持を拡大してきた第3党の自由民主党は、6議席像と検討した。結果としては、前回総選挙と大差ないものであった。ゼネラルエレクションリザルツ72001、英国会員図書館の2001年会議会、総選挙資料。ありがとうございます。